こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の靴コーデの教科書というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。皆さんのですね、コメントを日頃から読んでるんですが、その中でも靴のコーディネートどうすればいいのかわからないという声が結構多かったんですね。まあ確かに着こなし全体のコーディネートの中でも最後ですね、靴何合わせようかというところで迷う方って少なくないかなと思うんですね。まあ一方で、まあ僕も含めて服が好きな人たちというのは靴のコーディネートに対してですね、まあ明確な基準があるかというと、そんなことはなくて、まあなんか全体のバランス見ながら、まあこの感じだったらこの靴合わせようかなみたいな形で、割とですね、フィーリングで選んでることが少なくないんですね。とは言ってもこのフィーリングというか感覚の部分っていうのはなかなかですね、伝わりづらいところではあるので、なるべくですね、今回はわかりやすく言語化して、まあこのようなスタイルだとか、このようなボトムスにはこういった靴が合いますよというところをなるべくわかりやすくお伝えしていきたいなと思っています。意外とですね、このような靴のコーディネートの仕方というところでしっかりと情報を出している動画って多くはないかなと思うので、まあ、今回はなるべくわかりやすく丁寧にですね、皆さんに解説ができればなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。まあ、今回の動画を見終わる頃にはきっと皆さんもですね、日々の着こなしの中で今日のこの感じだったらこの靴だなっていうのがある程度明確になってるかなと思うんですね。今後の靴コーデの際には結構指針となるような内容になるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、靴コーデの教科書ということで、まあルール的な部分というか、もう押さえておくべきポイントを皆さんに共有していきたいなと思ってるんですが、まずはコーディネート云々の前にどんな靴を揃えておくのかっていうことですね。ここが重要なんですね。まあどんなに着こなしのテクニックを持っていても、そもそも持っている靴のバリエーション的にこれじゃなかなか難しいよねっていうものばかりだと工夫のしようがないんですね。なのでまずは素材となる靴ですね、このあたりは持っておくと便利ですよというものをですね、わかりやすく皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まあ、靴といってもですね、本当に幅が広くて、まあ、その中でも属性でですね、分けてみるとわかりやすいかなと思うんですね。まあ、よくですね、綺麗めだとかカジュアルという言葉があるかなと思うんですが、まあ、綺麗めというのは割とこうドレッシーな雰囲気で、靴であったら革靴が該当してくるかなと思います。一方でカジュアルな靴といえばやっぱり挙げられるのがスニーカーになってくるかなと思います。もちろんこのスニーカーの中でも綺麗め寄りのものもあれば、よりカジュアルなものもあったりするので、ちょっとこのあたりは複雑なんですが、代表的な持っておくべきメンズの基本的な靴をですね、まず皆さんにご紹介したいなと思っています。まず綺麗めのものから行ってみましょうかね。そうなるとですね、僕の私物の中ではこのようなですね、ローファーみたいなものですとか、あとはですね、クラークスのワラビーみたいな、こういった革靴の中でもカジュアルなものが該当してくるのかなと思います。今日のですね、お伝えする範疇は、スーツだとかビジネスカジュアルではなくて、あくまで普段着ですね。そうなってくると、その普段着の中での綺麗めな靴というのは、このあたりですね。もっと綺麗なストレートチップだとか、プレーントゥーみたいなものもあるんですが、それはどちらかというとビジネス寄りなので、カジュアルで使う上での、まあ、綺麗な靴といったら、このような、例えば、ローファーですね。コインローファーみたいなものが該当してくるかなと思います。僕が持ってるものは、コインローファーの中でも、ちょっと綺麗めな感じなんですね。どちらかというと、カジュアルシーンで使うよりは、ビジネスカジュアルだとか、そういった時に合うような、先が少しですね、まあ、尖ってるとまでは言わないですが、そこまで丸みが強いようなものではなくて、綺麗な雰囲気のものですね。まあ、こういったものがあります。あとは、最近革靴の中でよくですね、使われるのが、まあ、クラークスのワラビーのようなですね、スウェード素材で少しこう簡略化されたようなですね、カジュアルな革靴ですね。このあたりも普段着の中で取り入れることが増えてきています。ただですね、最近はファッション全体がどんどんカジュアル化してきてるんですね。スーツスタイルでさえも結構カジュアル化してきていて、靴もですね、もう本当に綺麗めなストレートチップだとかプレーントゥーじゃなくてもよ
良くて、ローファー履く方もいらっしゃいますし、なんだったらレザースニーカー履くような方もいらっしゃるぐらい、全体的にカジュアル化してきてるんですね。その流れの中で、普段着でですね、こういったレザー系のシューズを取り入れる方もいれば、あんまり使わないという方もいらっしゃるので、まあ一応こういった種類があるというところも覚えておいていただければなと思います。続いてですね、綺麗めなスニーカーというところに行ってみたいなと思うんですけど、代表的なのはですね、この2つになってくるかなと思います。はい。まずはですね、こちら。ブラックのですね、レザースニーカーになります。まあ、スニーカーの中でも、ちょっと綺麗めな雰囲気になっているのが、レザー系のスニーカーになります。スポーツブランドのロゴというのが、前に出すぎないので、割とですね、革靴の延長線上で履くことができるのが、レザースニーカーなんですね。なので、割とこう、綺麗めなラインのシューズになってくるかなと思います。まあ、その中でも、ブラックとホワイトがあるんですが、まあ、ブラックの方が、よりですね、小綺麗な雰囲気になっていて、まあ、ビジネスカジュアルで使うこともできたりするぐらいなので、カジュアルシューズの中では綺麗めな路線になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、ソールまで全部ブラックのものもあれば、僕が持ってるもののようにこうソールの部分はホワイトのものもあったりするんですが、カジュアルシーンで使うのであれば、僕はこういった白ソール系のものの方が適度にカジュアル感が出るのでバランスがいいかなと思います。一方で白系のレザースニーカー、これがですね、僕はメンズの着こなしの中では、まあ、最も使い勝手が良くて、動画の中でもよくご紹介しているものかなと思っています。白のも清潔感のおかげで着こなしの中でもパッと明るさも出せますし、使い勝手がすごくいいんですね。で、後ほどお伝えしますが、着こなしの中でも様々な着こなしにスッと馴染むというところでは、まあ、最強に使いやすいのがこの白レザースニーカーだというところを覚えていただきたいなと思います。実はですね、厳密に言うとこの白レザースニーカーの中でも綺麗めのものもあればカジュアルなものもあったりするんですね。まあ、ちょっと脱線しすぎるのも良くないんですが、まあ、一応ですね、念のためにお伝えしますと、最近流行っているようなですね、こういったサンバみたいなものも一応白レザースニーカーです。あとはジャーマントレーナーとかもそうですよね。ジャーマントレーナーよりもサンバの方がよりこうスポーティーな雰囲気が漂うんですね。というのもアディダスの3本線が入ってたりだとか、ロゴも入ってるので少しカジュアルになるんですが、白レザースニーカーでも綺麗めのオールスタークップのようなものもあれば、ちょっとカジュアルなサンバみたいなものもありますよというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いてカジュアルなスニーカーというところで言うとですね、レザー系のスニーカーではなくて、今トレンド感があって非常に人気が高いのがこちらですね。はい、出ました、ニューバランスのスニーカーですね。このあたりもマストで持っておくといいアイテムかなと思います。色で言うとグレーですよね。まあ、先ほどはブラックとホワイトをご紹介しましたが、その中間的なグレーですね、このあたりも結構使い勝手がいいので一足は揃えておくと便利なのかなと思います。で、ニューバランスのスニーカーというのはレザースニーカーに比べるともろランニングシューズという感じが前に出るようなデザインなんですね。非常にカジュアル度の高いようなスニーカーになっています。で、色もですね、ブラックとかホワイトというのはシャキッとはっきりとした色だと思うんですね。ブラックは本当にシャープだし、ホワイトは真っ白なので清潔感が漂うんですが、その中間的なグレーというとやややぼったさがあるんですね。まあ、デザイン的にもやぼったく見えるんですが、だからこそこれがハマるシチュエーションもあったりするので、やっぱり一足持っておくといいスニーカーなのかなと思います。このような形で靴にもですね、いろんなジャンルがありまして、一番綺麗なとこで言うと、まあ、ローファーですね。レザーのローファーがあり、一番カジュアルなとこで言うと、こういったニューバランスのスニーカーがありますよというところを、まずは大枠として理解しておくといいと思います。色に関しては、靴はですね、結構僕はベーシックなものを選ぶことが多くて、ブラック、ホワイト、グレー。結局はモノトーンなんですね。このあたりさえ押さえておけば、僕はもう十分ぐらいだなと思うので、まずは靴の基本として、このあたりを理解しておくところから始めていただければなと思っています。続いてですね、どこを意識をしながら靴のコーディネートを考えればいいのかというところなんですが、僕の中では、まずはですね、ボトムスとの相性を見て靴を選ぶというところを最優先としています。例えばボトムスといっても無限にバリエーションがあるわけではなくて、メンズの中でよく使うものというのはある程度限られてくるんですね。例えば具体例を出すと、僕の動画の中でおなじみなのはブラック系のイージーパンツ
ですね。このあたりは定番ですよね。あとはグレー系のパンツみたいなものも最近よく皆さんにお伝えすることがあるかなと思います。そしてモノトーンで言うとホワイト系のパンツ。このあたりもよく出てきますよね。まあちょっと明るさを着こなしの中に出す際に便利なのが白パンになってくるんですが、それに加えて定番的なブルージーンズですね。このあたりもありますし、あとはちょっとクロート感があるものになるとオリーブのカーゴパンツだとかベイカーパンツのようなちょっとこうミリタリーだとかワークウェアをイメージしたようなボトムスがあるかなと思います。よく使うとこで言うとこの5パターンなんですね。まあ、そのボトムスに対してどの靴が合うのか、このあたりを理解しておくのが一番簡単だし基本的な項目になってくるかなと思います。まあ、順番にお伝えをしていきたいなと思うんですが、まずは一番定番的なブラックのパンツですね。これに対してどんな靴が合うのかというと、最もハマりがいいと言いますか、基本的な組み合わせというのはブラックのパンツに対してこちらです。白レザースニーカーですね。これがまあ間違いのない組み合わせになってくるかなと思います。ブラックに対してホワイトということで、まあ、コントラストが高い着こなしにはなるんですが、下半身がブラックという重たい色に対して足元がホワイトなだけでちょっとしたアクセントになるんですね。そういった意味ではすごく使いやすいのがホワイト系のスニーカーかなと思います。一方で黒パンと白スニーカーというのはコントラスト強すぎるので、ちょっと唐突感があるということも少なくないんですね。そういう場合は上半身に白の T シャツを持ってきたりだとか、ちょっとだけでもいいのでホワイトの分量を混ぜてあげることで唐突感をなくすんですね。例えば白の T シャツの上に丸首の黒のニットを着てたとしますよね。でも首元からちょっとだけホワイトが覗いていれば、その白と足元の白がリンクするので唐突感みたいなものが抑えられるので結構バランスがいいので、まあ、そのあたりだけ工夫をすれば黒パンに対して白レザースニーカーというのは相性がいいかなと思います。一方で黒パンに対してこういった黒系の靴はどうなのかと言いますと、個人的にはちょっと重たいかなと思っています。もちろん黒かける黒というところでバランスまとまりはいいんですね。一色に揃えてしまうことで結構ですね、足と靴がつながって見えるので足長効果が出たりするんですね。なのでスタイルをよく見せたいだとか、足を少しでも長く見せたい場合はこのボトムスの色と靴の色を合わせるというコーディネートは非常にバランスがいいと思うんですね。一方でコーディネート全体で見た時にはちょっと退屈に見えるので個人的にはあまりやらないんですね。なので皆さんに推奨するかというと、まあまあというところですね。三角というところです。スタイルに自信がない方は積極的に取り入れるといいかなと思うんですね。で、一つここに、ね、裏技がありまして、ちょっとマニアックになるんですが、黒パンに対して黒系のスニーカーを合わせる際に真っ黒じゃなくてこういったものを合わせるとすごくいいんですね。それがですね、二足目になるんですが、ブラックのサンバなんですね。これの良さというのはですね、黒なんですけども真っ黒じゃないところなんですよ。アディダスの3本線のラインが入ってたりだとか、かかとの部分がホワイトになっているのでオールブラックじゃないので、意外と黒パンと合わせても重たくなりすぎないんですね。なので僕は黒パンに対して黒のスニーカー合わせるときにはアディダスのサンバを合わせるようにしています。なかなか希少でゲットしづらい靴なんですが、結構これ使い勝手がいいので念のため皆さんにご紹介させていただきました。そしてじゃあブラックのパンツに対してグレーのニューバランスはどうなのかというと、これも相性めちゃくちゃいいです。もちろんこうブラックとグレーというのは同じモノトーンの組み合わせなのでハマりがいいんですね。でホワイトほどですね、グレーの方はコントラストが強く出ないので、そういった意味ではより相性が良くなってくるかなと思います。ただニューバランスのスニーカー自体が癖があるので、好きな人と嫌いな人が分かれるという意味では、まずは白レザースニーカーの方が優先度が高くて、今のトレンド感を出したいのであればニューバランスとスニーカーが合ってくるんじゃないのかなと思います。でここもちょっとマニアックな話ではあるんですが、ニューバランスのスニーカーっていうのはですね、割とこうポッテリとしていて甲が高いんですよ。白レザースニーカーと比べるとニューバランスの方が確実にこの甲の部分が高いですよね。ここが結構もっさりとしているのでボトムスのシルエットですね、テーパードが
効いているような膝から下が細くなっていくようなパンツだと結構ですね、この収まりが良くないんですね。なのでちょっと細めのパンツとニューバランスっていうのは意外と相性が良くないというところ、これは覚えておいた方がいいかなと思います。少し裾幅にゆとりがあるようなややゆったりめのパンツとニューバランスはすごく相性がいいので、ユニクロで言うとタックワイドパンツみたいなものに対してこういったニューバランスのグレーのスニーカーはめちゃくちゃ相性がいいので覚えておいていただければなと思っています。まあ以上が黒パンとの相性というところなんですが、続いてグレーのパンツですね。まあグレーのパンツもいろんなものに合いやすいんですが、まずは白レザースニーカー、めちゃくちゃ相性がいいです。これは収まりがいいのでぜひトライをしていただきたいなと思います。グレーの持つちょっとしたやぼったさ、おじさんっぽさを清潔感あふれる白でキュッとこうまとめてあげるというところですごく相性がいいんですね。続いてグレーのパンツに対してブラックのシューズ、これも相性がめちゃくちゃいいです。グレーとブラックということでモノトーンなのでハマりがいいですよというところで、このようなクラークスのワラビーでもいいし、まあローファー合わせてもらってもいいし、黒系のレザースニーカーを合わせてもらっても全く問題がないかなと思います。一方でグレー系のスニーカーはどうなのかというと、まあまあですね、まあグラデーションということで同じグレー系なんだけども、パンツの色と靴の色微妙に変えて、おしゃれ中級者以上の見せ方をするというのも一つの手なんですが、まあ、できればですね、色変えちゃった方が収まりは普通に考えるといいかなと思うので、やや中級者以上向けかなと思うので、まあ三角というとこですかね。この二つの方が優先すべきような靴になってくるかなと思います。じゃあ続いて三つ目は白パンですね。これに対して、じゃあ白系の靴はどうなのかというと、まあ難しいです。白パンに対して白靴というのは、これ中級者というよりは上級者向けのコーディネートかなと思います。やってる方もいるんですが、まあ気軽に合わせてハマるかというとなかなか難しいですね。ボトムスと靴の色を揃えというのは意外と難しいというところは、まあ理解しておくといいんじゃないのかなと思います。じゃあ白パンに対して黒い靴はどうなのかというと、これまたコントラストがつけられるので割と収まりがいいです。なのでまあ白パンに対してこういったクラークスのワラビーみたいなちょっとこうスクエア型になってますよね。ややこの革靴の中でも綺麗さっていうのがあって、ワラビーに関してはスクエアでちょっとこうやぼったさがあるんですね。ある意味でニューバランス的なやぼったさがあるので、白パンというアイテムの持つちょっと綺麗すぎてキザっぽく見えるところには、このようなややこうスクエアなダサかっこいい感じのスニーカーというのは意外と相性はいいんですね。一方で同じ黒であってもレザースニーカーのような綺麗めな感じと白のパンツ合わせるとややコンサバな感じがするかなと思います。まあ、40代以上の方でちょっと綺麗めな着こなしが好きな方であれば白パンに黒レザースニーカーっていうのも鉄板なんですが、まあ、ちょっと今の雰囲気に合わせると、まあ、これぐらいのクラークスぐらいの方が僕はですねバランスが取れるかなと思っています。ちょっとマニアックな項目なんですが覚えておいていただければなと思います。そして白パンに最も相性のいいスニーカーはこれだと思ってるんですね。グレーのニューバランスのスニーカーなんですよ。僕の通常の動画を見ていただいても白パンに対してはほとんどこういったニューバランスのグレーのスニーカーを合わせています。というのも白パンに対してグレーというのはモノトーンで割とシームレスにつながりやすいというところ、ブラックよりはコントラストが強く出ないので非常に相性がいいんですね。で、白パンが持つキザさをこのニューバランスの持つやぼったさだとか、ちょっとこうスポーティーすぎるところで中和してあげるというところでは、このニューバランスが一番生きるのは白パンじゃないのかなと思っているぐらいですね、相性がいいので、白パンとニューバランスという組み合わせはぜひ皆さん覚えておいていただければなと思っています。続いてですね、デニムですね。まあデニムもやっぱり履く方すごく多いアイテムかなと思うんですが、白系のレザースニーカーはデニムにももちろん合います。まあデニムが持つカジュアルな部分を白レザースニーカーで清潔感を出してあげるという使い方ですね。これはすごく合うと思います。じゃあクノ系はデニムに合うのかというと、これまた引き締めるという部分ではすごく相性がいいかなと思います。まあデニムといってもすごく濃い色のデニムから色落ちしたようなデニムまでいろいろあるんですが、割とこう色落ちしたようなカジュアルなデニムだったらこういったクラークスだとかも結構相性が良かったりするので、デニムに対して革靴、あとはですねローファーですね。デニムに対してローファーという合わせ方も結構昔からおしゃれな人はよくやる組み合わせなので、そういった着こなしも良かったりします。なので黒靴も合います。じゃあデニムに対してニューバランスが合うかというと、これはですねちょっと難しいんですよ。デニム自体が結構カジュアルなんですね。そこに対してスニー
カーの中でも一番カジュアルなニューバランスを合わせてしまうと、ちょっとカジュアルに寄りすぎてしまうので、ここは注意が必要かなと思うので、あんまり推奨しないというところは覚えておいていただければなと思っています。続いてオリーブ系のパンツですね。ベイカーパンツだとか、あとはカーゴパンツにはどのあたりが似合うのかというと、白系のレザースニーカーは、まあ間違いなくですね、ハマってくるかなと思います。だけども、こういったオールスタークップというよりは、個人的には少しですね、カジュアルさのあるようなジャーマントレーナーとか、そのあたりを合わせた方が、僕は雰囲気的に合うのかなと思います。まあオールスタークップというのは結構正統派な靴なので、テーパードの効いた黒いパンツとか、綺麗な感じのものに合うかなと思います。一方でちょっとワイド感のあるパンツとかだと、ちょっとこのオールスタークップが持つすんごい綺麗な感じとやや相性が良くないかなと思うので、まあそういった時にはこのような白サンバだとかジャーマントレーナーとかを合わせてもらうと割と相性がいいんじゃないのかなと思います。じゃあこういった黒系の靴が合うかっていうと、めちゃくちゃよく合います。オリーブというやぼった色を引き締めるという意味では、クラークスがめちゃくちゃハマります。なので、結構オリーブのパンツとの組み合わせは、クラークス一押ししたいところかなと思います。一方でグレーのスニーカーは合うかというと、合わなくはないんだけど、やっぱりオリーブのパンツもカジュアルなので、それに対して足元がニューバランスだと、ちょっとカジュアルな方向に行き過ぎちゃうかなと思うので、中級者以上の方に向けてお勧めしたいような組み合わせかなと思います。まあ、このような形で、まずはボトムスと靴との相性ですね。これを頭の中に入れておくということが最も大切です。ここさえ間違わなければ、着こなし全体が完成して、玄関に行った時に靴何選ぼうかな。じゃあ今日は黒パンだからちょっと綺麗めにしたいから白レザースニーカーかなとか、今日は白パンだからもうこれは無条件にニューバランスだなとか、そういった形ですごくわかりやすく理解することができるかなと思うので、ぜひこの基本は覚えておいていただきたいなと思っています。はい、ここまではですね、まずはボトムスと靴のコーディネートというところで、このバランスを見ながら考えるというところですね。このテクニックを皆さんにお伝えしたわけなんですが、もう一つ重要な項目がありまして、ここがですね、ちょっと難易度が上がるんですが、ぜひ皆さんに押さえておいていただきたいことなんですけども、コーディネート全体を見た上で、その雰囲気に合わせて靴を選ぶという方法なんですね。これができるようになると、おしゃれ中級者と呼べるんじゃないのかなと思っています。例えばですね、全身のコーディネートを見て、結構今日はカジュアルだなぁと思ったら、ちょっと靴で引き締めるというようなやり方があるかなと思います。例えばアウターにダウンを持ってきた時には、どうしてもちょっとカジュアルな着こなしになるんですね。なのでちょっと足元はやや綺麗めにしたいなと思ったら、このような白レザースニーカーを持ってくるというのがいいんじゃないのかなと思います。一方で、ロング丈のコートを着てるから、ちょっと全体が小綺麗にまとまりすぎてるなと思ったら、あえてニューバランスのスニーカーで少しカジュアルな雰囲気を作ってあげるというのもいいんじゃないのかなと思います。だけども、ロング丈のコートの正解がニューバランスというわけではなくて、ロング丈のコート着るときには、ちょっとデートだから、綺麗めな雰囲気で抑えたいなというときには、やっぱり白系のレザースニーカーを合わせるのがいいんじゃないのかなと思います。あくまで大事なのは、全体のコーディネートを見ながら、ちょっとカジュアルすぎるなというときには、足元で引き締める。もしくは、ちょっと綺麗めすぎるかなという時には足元で外すというのは逆張りですね。こういった方法もあるし、一方でコンセプト重視で今日はカジュアルに行きたいから、全身ちょっとカジュアル気味なんだけども、その雰囲気に合わせてニューバランスを履きたいなっていうのもありだと思いますし、今日はもう本当に足元まで綺麗めに揃えたいなということで、ブラック系のレザースニーカーだとか、ホワイト系のレザースニーカーだとか、こういったものを合わせるのもありかなと思います。あとは、例えばですね、トレンド感を漂う着こなしをしたいなという時に、足元をニューバランスにしたいだとか、あとはこのようなブラックのクラークスのワラビーを履いてみるだとか、そのような形で足元でちょっとトレンド感を漂わせるという方法もあるかなと思います。白レザースニーカーというのは良くも悪くもベーシックなので、そこまでトレンド感というのは強く出ないんですね。まあこういったものではなくて、ニューバランスだとか、あとはクラックスワラビーだとか、このあたりのポッテリ系の靴の方がトレンド感は出しやすかったりするんですね。なので今日の着こなしのテーマみたいなものを決めて、それに対して靴を選んでいくというのもすごく大事な感覚なんです。
ですね。このあたりをおしゃれな人というのは感覚で、あ、今日の着こなしにはこれだなっていうところで選んでるんですね。まあ、おしゃれな人というのはまずベースとなる靴をちゃんと揃えているので、この下地ができているということ、あとは全体の着こなしを考えたりだとか、今日の自分の気分とかを考えた上で、そのコンセプトに合う靴を選ぶことがうまくできる方がやっぱりおしゃれな人だと思うんですね。このあたりはもう本当に訓練なんですね。まずはベースとなる靴を揃えて、あとはボトムスとのつながりも一定のところは押さえておく。そっから先は今日の着こなしにはどれが合うのかなということで、それぞれ使い分けていただくと、さらに一歩上のですね、靴コーデが目指せるかなと思うので、まあそのあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、最後に僕のですね、コーディネート写真を見せながら、なぜこの靴を選んだのかというところをですね、解説をしていきたいなと思います。まず一つ目はですね、オリーブのアウターに対して、ブラックのパンツという組み合わせですね。これに対して選んでるのが、まあ、ほぼホワイト系のナチュラルのですね、レザースニーカーなんですけども、これはですね、黒パンに対して白系のスニーカーは合うというところで間違いがないかなと思います。で、上に着ているオリーブのアウターが、ちょっと氷炭キルトでややミリタリー感があるようなオリーブなので、これに対してジャーマントレーナーというですね、同じくミリタリーっぽい文脈のものを合わせると雰囲気が合うかなということでこちらを合わせています。ベージュ系のコートに対してブラック系のパンツという組み合わせですね。ブラックのパンツに対して白のレザースニーカーですね。これは多分白のですね、ジャーマントレーナー合わせてるかなと思うんですが、ちょっと綺麗めな雰囲気でまとめたかったので、今回は白レザースニーカーを合わせています。本当だったらこの着こなしに対してニューバランスとかでも合うんですが、ここで合わせてるボトムスのシルエットがテーパードが効いていて細身なので、ニューバランスのスニーカーは合わないんですね。なので白レザースニーカーがおのずと合うかなというところで合わせています。で、黒のパンツと白レザースニーカーだとコントラスト強すぎるので、首元から白のモックネック T シャツをちょっとだけ覗かせることでリンクさせてるというようなイメージになっています。続いて3つ目がグレーのカバーオールに対してロイヤルブルーのニット、そしてホワイト系のパンツを合わせていますね。それに対しての足元は、これはですね、U チップのレザーシューズなんですね。ちょっと今手元にはないんですが、これはどういったコンセプトなのかというと、まあ、白パンに対してどういった靴が合うのかというところで、黒系の靴、これもですね、グレーほどではないですが間違いなく合うんですね。で、上半身がカバーオールというですね、少しカジュアルさの漂うようなアウターなので、足元はちょっと綺麗めな要素を足したいなということで、バランスを考えて黒のシューズを合わせています。こんな形で結構理論で説明することができるんですね。僕はこのコーディネートを考えた時には、僕はそういった理論とかは全く考えないで感覚で選んでるんですけど、言語化するとこんな形になるんですね。で、先ほども出てきましたが、ブラックのダウンに対してグレーのパンツというところで、じゃあその着こなしに対しては白レザースニーカー合わせて、ダウンが持つカジュアルさをちょっと綺麗な感じでバランスを取ろうというのがこちらのコーディネートですね。襟元だとか裾の部分からシャツですね、ホワイトベースのものがちょっと見えてるので、これもですね、白レザースニーカーだけが浮かないようなバランスが整ってるかなと思います。一方で次のコーディネートなんですが、先ほどと同じくですね、オリーブのアウターを着ています。まあ、それに対して白パンを履いているんですが、まあ、見ていただくとですね、キャップだとかメガネだとか、ちょっと休日のカジュアルな雰囲気を意識したコーディネートなので、これに対しては綺麗めなレザーシューズではなくて、ニューバランスのグレーのスニーカーを合わせることで全体の雰囲気をカジュアルでまとめているんですね。まあ、このような形で白パンに対してもその時々でこのような綺麗めなシューズなのかニューバランスなのかというところを使い分けているような感じなんですね。まあ一つの参考としてこのようなところも押さえてもらうと皆さんも理解しやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。かなり長尺になりましたが、今回は靴のコーディネートについて皆さんに徹底的に解説をさせていただきました。まあ実は以前にもですね、靴のコーディネートに関しては動画作ったことがあるんですが、やはり数年前と今の僕だと表現の幅も結構広がってますし、お伝えしたいこともかなり増えてきたので、まあ最新版として結構しっかりとお伝えすることができたかなと思っています。
まあ皆さんぜひ参考になったなという方はコメント欄で教えていただけたらなと思っています。まあこのような形でですね、まずはボトムスとの組み合わせを考えるというところがファーストステップですね。それがある程度板についてきたら全体の雰囲気を見ながら靴を選ぶというところ、ここに入ってくるとさらにですね、中級者以上の着こなしが目指せるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今日から試していただきながら靴コーデを楽しんでいただければなと思っています。まあこのような形でこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく言語化してるんですが、まあ、普段ですねなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっと通なですね専門ブランドの内容に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問にお答えしながらワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでだいたい 1,2 分ぐらいで見れる分量のですね記事をですね毎日更新をしています。僕もほぼ毎日記事書いていますし、まあ、僕以外のスタイリスト専門家もですね記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね記事を書くことができておしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。